ットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。本日の試合はインターナショナルカップ準決勝、日本対ベルギー、アリアンツアレナよりお届けしてまいります。決勝までの道のり、準決勝を制した者がその栄光の舞台に駆け上ります。今前半がスタートしました。インターナショナルカップ準決勝、日本対ベルギー、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかの決勝トーナメントです。まあ、1点の持つ意味が大きい分、攻める時間帯、うん、守る時間帯をしっかり見極めないといけないですよね、はい、なるほど。ゴールに向かっていく、シュート、おっと、ちょっとミスになりましたね。まだありますよ。奪われる、ボールを奪います、ボールを奪う、狙いますか、ボールをコントロール、これチャンスですね。しぶとくボールをキープしています。このループシュート、大きく外れます。しかし危ないシーンでした。やや強引な感じにも見えましたけどね。ああいった攻めでも有効だと思いますね。日本、勝たなくては夢の舞台への切符手にすることができません。ゴール、いやー、日本先行します。直前のドリブル、キレッキレでした。そうですね、ボックスの中であれだけ冷静に、ね、打ててますからね。シンプルな形ですけども、狙ってなかなかできないですからね。見事ですね。さあ、日本、価値のあるゴールが決まりました。ここは通りません。ここで前半の終わりを告げる笛がスタジアムに響き渡ります。前半終え1対0、日本まずは前半先制して折り返しました。この1点を守ることも大切ですけど、チャンスがあったらどんどん攻めるという試合展開になるんじゃないでしょうかね、うん、なるほど。前半を終了して準決勝、さあ決戦、決勝の扉を開けるのはどちらのチームなのか。日本が1点を先制して折り返します。さあ早々と後半がスタートしています。開きましたね、前、うわー、まだある。ボールは、次のフォローアップがやっぱりいいですよね。ボールを奪います。通っていればというシーンでしたが、これは惜しくもオフサイド。ここはディフェンスです。左上がっていきます。左サイド上がっていく、中入ってますよ。ミララス、ここはもうパワープレーでもいいでしょうね。ミララス、最後の位置を見せる。ボールを離しません。チャンスですよ。ここで奪われました。磨いてますね。ここで笛です。1対0、日本決勝進出を決めました。